皆さんこんにちは。芸能緊急サプライズチャンネルです。名脇役、志賀幸太郎さんが逝去で絶句、役所広司さんが悲痛の声。では早速行ってみましょう。逝去の状況、俳優の志賀幸太郎さんが4月に20日午後8時20分に誤嚥性肺炎のため逝去。所属事務所レトルが発表。享年71歳。所属事務所では公式サイトで2019年春に脳梗塞で倒れて以降、復帰に向けてリハビリを続けてまいりましたが、叶いませんでした。ここに生前のご厚意を深く感謝するとともに、謹んでお謝い申し上げます。ご遺族の意向により、葬儀は4月29日に近親者のみにてを執り行われました。誠に勝手ながら、ご香典、ご供花の儀は、ご辞退申し上げますと報告。志賀幸太郎さんの経歴。志賀さんは1940年生まれ、兵庫県出身。1990年、劇団、青年団に入団。名脇役と知られ、アンフェア、三匹のおっさん、リコー、半沢直樹、映画、ハゲタカなど数多くの作品に出演。1900年に、4月から放送された昨日何食べたでは、西島秀俊演じる資料の父、かける五郎の演じていたが、体調不良のため途中で降板。昨日何食べたが遺作となってしまった。役所広司さんは、ビッグオーで共演した俳優役所広司さんが4月20日、所属事務所を通じこのように寄せた。ドラマ、陸王の現場では、俳優部の先生のような方でした。父にはチームには欠かせない存在でした。とても良い俳優さんを亡くしました。残念です。このように追憶コメントを出し、謹んだ。ここから私のご意見なのですが、陸王の役柄は、志賀さんにはまり役だった。あのような役を演じる方がいないと、主役は目立たないんです。そういう意味では、なくてはならない役者さんでした。存在感もあって、素敵な役者さんでしたよね。まだまだドラマや映画で見られる役者さんだと思っていました。本当に残念です。ご冥福をお祈りいたします。以上となります。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめましたら、評価とチャンネル登録で応援してください。よかったら、よろしくお願いします。また、説明欄記載の内容も忘れずにご確認ください。